さっきからぬるい試合ばっかりやりやがって。これだから弱え連中の戦いは嫌だぜ。何なんだお前ら。あいつは音の四人衆、正門の左近、同じく東門の機動丸、同じく南門の次郎坊。そろそろ返事は決まったか、内波佐助君よ。何言ってんだあいつ。てまだ迷ってやがるのか。さっさと決めろよ。オロチマル様のところへ来るのか来ねえのか、どっちなんだ。オロチマルってどういうことだってばよ。サスケ君、俺は。え、そうか、お前が迷っている原因はそいつらか。そいつらとのつながりが枷になってるってわけだ。だったら話は早いぜよ。ええ、そのくだらねえつながりを俺たちが断ち切ってやればいいわけだ。出番はないぜ。いざ尋常に。はじめ。手に手こずらせやがる。なんてやつらだ。ダメ、ナルトたちは何とか相手できても私は。こいつ前にやった時は手加減してたのか。左近、少し急いだ方がいい。すでに約束の時間をだいぶ過ぎてしまっている。うるせえ、分かってんだよ。もうこの辺で終わらせて。お前らは少し遅すぎた。ナルト、ナド、サカ、君まろ、なんでここへ。てめえの体はもう。今の僕は精神で動いている。己の使命を全うするために。こいつ今までの奴らとは明らかに違う。君の使命は何だ。何、君の使命は何だと聞いたんだ。何を言ってる。僕は、人は何か意味があって生まれてくるもの。
何か大切な使命を持って生まれてくるものだと思っている。答えろ。君の使命は何だ。何のために生きている。俺は、俺の存在理由は、イタチを、ウチハイタチを倒すことだ。